丸島高雄は、神奈川県平塚市の郷土史研究者、柔道史研究者。神奈川県や平塚市に関する郷土史研究で知られ、相模国中群津が谷村における、優位小説一等から見取りの一件で、新人物往来者郷土史研究賞の特賞を受賞している。1962年、神奈川県平塚市で生まれる、 東海大学文学武士学科日本史専攻を卒業。1987年の論文、近世前期相模と中原大官は、中原大官を中心に、相模国の幕僚支配について整理したものであり、村上忠しらから興味深いコ論と評価された。また、続く1988年には中原大官に、加えて小田原藩との関係を問う。 中原大官と小田原藩を発表し、興味深い事実が明らかにされていると評価された。この他にも、平塚を中心とする神奈川県の歴史について研究しており、平塚を拠点に活動した平安時代の武将、真田義忠に関する、真田与一の奮戦忘れられた、原平合戦の名場面や、慶安の変の際のすすが谷村での出来事を、 研究した、相模国中群寿司が谷村における、優位小説一等から見取りの一件などの論考がある。このうち、相模国中群寿司が谷村における、優位小説一等から見取りの一件は、歴史専門出版社の新人物往来者が主催する、第22回郷土史研究賞で最高賞の特賞を受賞した、平塚人物史研究会所属。 郷土出版社の図説平塚の歴史でも執筆に参加している。また、郷土試験級の傍ら、趣味の柔道の歴史についても研究しており、前田厚生世,世界柔道武者修行、行動間柔道隊プロレス発、対決対象10年、サンテル受験の著書がある。校舎に関しては、格闘技評論家の斎藤文彦が、 サンテル事件の一部始終を詳しく描いた研究所として紹介しており、斎藤からは、大正から昭和初期にかけての文献が丁寧にリサーチされていて、資料的価値は非常に高いと評価されている。この他、紙芝居作りも手掛けており、紙芝居文化推進協議会主催の第16回定作り紙芝居コンクールで神奈川県立図書館長賞を受賞している。 こうした経験を生かし、平塚にゆかりのある歴史や人物を物語じたてで紹介する活動も行っている。ありがとうございます。